スターリングラード攻防戦は、第二次世界大戦の独ソ戦において、ソビエト連邦領内のボルガ川西岸に広がる、工業都市スターリングラードをめぐり繰り広げられた、ドイツ、ルーマニア、イタリア、ハンガリー、及び、クロアチアからなる、数軸軍と、ソビエト赤軍の戦いである。スターリングラードは、元来、ドイツ軍のブラウ作戦における副次的目標の一つに過ぎなかったが、 史上最大規模の市街戦に拡大した。初戦は、数軸軍側の優位に進み、市街地の90%以上を占領したものの、最終的には、ソ連軍側の反抗により、ドイツ第六軍を主軸とする数軸軍が包囲され、降伏した。独祖戦の数勢を決し、第二次世界大戦の転換点の一つとなった。米国の軍主海ミュージカとはこの戦を、 ミッドウェー海戦、エルアラメインの戦い、第3次ソロモン海戦と同じく第2次世界大戦の転換点であると位置づけている。死傷者数は、ソンムの戦いなどの第1次世界大戦の激戦を超える規模で、数軸側が約85万人、ソビエト側が約120万人、計200万人前後と見積もられた。町は、瓦礫の山と化し、 開戦前に60万を数えた住民が集結時点でおよそ9800名にまで減少した。バルバロッサ作戦に着手したドイツ軍は1941年12月に首都モスクワの攻略台風作戦を試みたが補給の限界や冬季ロシアという気象条件に遭遇して失敗した。一方、モスクワ全面でのドイツ軍の敗退を過大評価した。 スターリンは追い打ちをかけるべく反転攻勢を命じ、ソ連軍は1月にレニングラードからクリミアまでの前戦線,線で攻勢をかけた。しかし、それは戦力や補給能力を超えたものであり、攻勢は失敗して戦線に若干の凸凹をつけた程度で終わり、雪解け期を迎えた。一方、ドイツ軍は 大きな損害を出したものの、ノブゴロド、スモレンスク、ハリコフといった重要地帯を維持した。なお、ハリコフの南方にはソ連軍の大きな突出部が形成された。雪解け期の間、独ソ領軍はさらなる戦略を検討したが、ソ連軍は突出部を利用して南北からハリコフを攻撃し、奪還するという春季構成を立案した。一方、 ドイツ軍は、下記構成プランとして、ブラウ作戦を立案したが、その前の準備的作戦として、ソ連軍都市部を裁断する、フレデリクス計画を策定していた。両軍が次の展開に向けた動きを策定する中、先に、作戦準備を完了したのは、ソ連軍で、南西方面軍は1942年5月、ハリコフ奪還を狙った、春季構成を開始した。 しかし、ドイツ軍の第6軍と第1総攻軍による突出部後方での南北からの攻撃により、突出部から前進したソ連軍の攻勢部隊は後方を遮断されて壊滅した。こうして、ロシア南部戦域での独ソの軍事バランスは、ドイツ軍有利に傾き、ソ連軍はドン川を目指して撤退を開始することとなった。 ブラウ作戦の第1段階ではドン川西岸でソ連軍を撃破し、第2段階では構成軸を2つに分け、1つはスターリングラード近郊でボルガ川に到達し、1つはロストフを通過してコーカサス地方を南下してマイコープ、グローズヌイ付近の油田を占領し、最終的には爆風油田を占領するものであった。背景には前年の対米戦線を踏まえ、 できるだけ早くソ連を降伏に追い込みたいというドイツの戦争指導部中枢の思惑があった。さらに、コーカサスの選挙により、当時世界最大級だった爆油油田からの石油供給を断ち切ることで、ソ連の戦争継続能力に打撃を与え、降伏に追い込むことを図った。そうした中、 作戦準備の最終段階となっていた6月18日に、第23装甲師団の主席作戦参謀、ヨアヒムライヘル少佐は、ブラウン作戦の命令書を所持したまま軽飛行機で、敵上偵察を行ったが、敵陣内で上記が撃墜された。ドイツ軍は、機密文書も回収できなかった。これは、師団長や、第40装甲軍団長及び参謀長が、 軍法会議にかかるほどの重大事件で、その不守備にヒトラーは、激怒したが、変更する、時間的余裕がないため作戦はそのまま進められた。南方軍集団は6月28日に、クルスク方面からドン川に向かって南東に攻撃を、開始した。まず、ドイツ第2軍と第4位総攻軍、及び、ハンガリー第2軍が左翼となってドン川を目指し、 30日には、第6軍が、ドネツ川を渡って、右翼を担った。第4総甲軍に属する第48総甲軍団は7月3日にドン川に達し、7月6日から、イリューシン設計局の航空機工場があるボロネジオニコ士団の、兵力により攻撃した。一方、ソ連軍は、ドイツ軍が危惧した通りライヘル少佐が携えていた、命令書を確保していた。 しかしスターリンは、ドイツ軍は、ボロネージから、オリオール、さらにモスクワに向けて北上するだろうと考え、命令書を穴と判断する。これに基づき、フィリップ・ゴリコフ中将のブリアンスク方面軍は、ボロネージ市街地に拠点を構えて、頑強に抵抗した。その結果、ドイツ第48装甲軍団は、市街戦と補給に苦しみ、 不評部隊の到着を得て7月13日にようやく、ボロネジを占領することができた。この影響で、南方軍集団は足止めされ、ドン・カワ・流の制圧に7月下旬までかかるが、その間に、チモシェンコ元水は、残存兵力をドン・カワ湾局部、さらにその東方スターリングラードまで撤退させた。そもそも作戦の第一段階での目標は、ドン・カワ西岸で、 ソ連軍を捕捉し殲滅することだった。ドイツ軍はドン・カワートガンに侵攻することはできたものの、その間に得られた捕虜や路角装備は思いのほか少なく敵が秩序だった撤退を行っていることが推察された。ボロネジでの独素別々の思惑による停滞は、その後の展開に思わぬ影響を及ぼすこととなる。こうした折、 ヒトラーはドンカワ・コーカサス地方という二段下前の構成を想定していたブラウン作戦を急遽に方面同時構成に変更させた。7月7日、この指令に応じる形で南方軍集団はドネツ川沿いに進んでドンカワを当たりカフカースの油田地帯を攻略する A 軍集団とジモシェンコ原水のソ連軍を追撃撃破しつつドンカ沿いに進み、 さらにスターリングラードでボルガ川を封鎖するという B 軍集団に分割される。撤退中のソ連軍を多方面で追撃しつつ、占領域を広げるという方策だが、こうした兵力分割は、結果的に機動力の確保と補給を困難にさせた。ドイツ軍の進撃。1942年5月から1942年11月に、 かけての前線の水7月13日のボロネージ占領と同時に B 軍集団司令官のボック元帥はボロネージでの時間の空飛を追求されて降鉄となった。その後任としてヒトラーが任用したのは第2軍司令官のマクシミリアン・フォン・バイクス上級大将だった。またヒトラーは第4総甲軍に対しドンカワ方面での左翼から 主力部隊を一旦離脱させ、英軍集団のドン川とかを支援するため、ノボチェルカースク付近のドン川に向かわせた。しかし、スターリンが、一歩も下がるな。とのスローガンを後に発したことで有名な、ソ連国防人民委員令、第227号を発出する契機となったほど、ロストフでのソ連軍の抵抗は微弱で、英軍集団は、第4総攻軍の助力を必要とはしなかった。 むしろ、この傭兵は限られた数しかない進撃路での渋滞をもたらし、結果的には燃料と時間の浪費を生んだだけに終わった。草原を進撃するドイツ軍上述の通り、ドイツ軍がボロネージ占領に手こずる間、ソ連赤軍はチモシェンコ元帥の指揮の下スターリングラードに向けて計画的に交代した。これを追うドイツ軍は、 夏の大草原で一年前を彷彿とさせる進撃を始めたが、前年と異なり捕虜や露覚した銃装備はわずかであった。ともあれ、作戦の第一段階を達成したと認識したヒトラーは、7月23日に、総統司令第45号を発した。総統司令第45号は、A 軍集団は、爆、B 軍集団は、 スターリングラードと二つの重要都市の占領を命じ、さらに二つの軍集団の間を連携するため、第16自動車化風評師団を、プロレタルスカヤから、カルムイクジ地共和国の首都、エリスタを経て、ボルガカ港、カスピ海沿岸のアストラハンに向かうよう命じている。ソ連軍がこの方面の防衛を放棄したため、ドイツ軍は無人に近い草原を難なく突破し、 チベット仏教の寺院が立つエリスタを占領することができた。ドイツ兵たちは地の果てまで到達した感があった。しかし、アスタラハンに達するための補給は限界に達し、しかもソ連は、バクからカスピ海を経て、アストラハンからボルガ川を走行するという水運ルートとは別に、グリエフの港湾と鉄道を整備する別のカスピ海ルートを、 いち早く設定したため、アストラハンやスターリングラードを占拠されても、ソ連の名脈を立つことにはならなかった。結局、第16自動車化風評師団の構成は、無意味に終わった。ともあれ、これらの命令で第4装甲軍は、装甲師団と自動車化風評師団の主力が引き抜かれ、さらに燃料補給も英軍集団が優先されたため、スターリングラードへ向けた追撃は、 ボロネシ攻略に続いて速度が鈍ってしまう。こうした作戦は、追撃を免れたソ連軍に、再編のための時間を提供する結果となった。予想より早く、ロストフが陥落すると、ヒトラーは、第4装甲軍主力を再び、スターリングラード方面に向かわせた。一方、セバストポリ包囲戦を終えて、クリミア半島から、 ケルチ海峡を渡って英軍集団に加わる予定だったエイリッヒ・フォンマンシュタイン元水の第11軍に対してはセバストポリ要塞攻略の経験を生かすことを目的にレニングラード戦線への移動を命じたこうした総統指令が相次ぐ中8月7日になってドイツ第4総攻軍戦法はスターリングラード南西 130km のポテリニコボに 南側から回り込んだ。さらに翌8日、第6軍はドン川のカラチ鉄橋を占領し、攻勢の戦略拠点を確保した。しかし、スターリングラードへの本格的攻勢の開始は補給と、兵力の集結を待たねばならなかった。パウルス第6軍司令官とザイトリッツ大将、フリードリフ・パウルス大将率いる、第6軍は、8月16日までにドン川西岸を、 すべて確保し、グスタフ・アントン・フォン・ミッテルスハイム不評大将の、フォーティーン総攻軍団とバルター・フォン、ザイトリッツクルツバッハ砲兵大将の LI 軍団を、先頭に、スターリングラード市外に迫った。当時人口60万だったスターリングラード市は、ソ連邦最高指導者、ヨシフ・スターリンが革命時のロシア内戦において、デニー・キン将軍のシロ・マモル軍に勝利した。 記念地を都市名の由来としていたが、地理的に見た場合、ロシア南部でボルガ川がドン川に向かって最も西側に屈曲した地点にあり、ここを抑えることは、コーカサスや黒海、カスピ海からロシア中心部に至る水陸双方にわたる複数の輸送路を遮断することにつながった。さらに経済及び国防の観点によるならば、 スターリングラードは5仮面計画において重点的にモデル都市として整備された結果国内屈指の製鉄工場である赤い10月製鉄工場大砲を製造していたバリカドイ兵器工場さらにスターリングラードトラクター工場などソ連にとって国家的に重要な大工場が存在する有数の工業都市へと発展していた特にスターリングラードトラクター工場は 中戦車 T-34 の主要生産拠点であった。ドイツ軍装甲部隊に対抗可能な2種の新型戦車のうち、中戦車 T-34 は、ハリコフ機関車工場、重戦車キロボルトマイマス -1 は、レニングラードのキーロフスキー工場が開発工場であり、主工場でもあったが、これらの工場は、ドイツ軍の進撃により疎開を強いられていた。 その後、新たな戦車生産拠点となるクラスノエ・ソレモボ、工場やハリコフ機関車工場の疎開先でもある、ウラル戦車工場の創業が本格化する、以前においては、スターリングラードトラクター工場こそが、最も有力な主力戦車組み立て工場であった。市内では、これら工場群の男女労働者や、未成年のコムソモール団員で編成された、ソ連共産党に、 忠実な市民勢力による義勇兵のほか、ティモシェンコ元帥と共にドン川方面から組織的に撤退して再編された将兵、さらには前年以来ウクライナから逃れてきた難民も市内に収容されており、スターリングラードはロシア南部最後の拠点という性格を有していた。また、もしソ連赤軍が反撃に転じた場合は、ロストフ奪回の削減地にもなり得た。 8月23日、情報を与えられていなかったスターリングラード市民は、通常と同じように日曜日の朝を迎えていた。しかしこの日、ゲルニカ爆撃以来、絨毯爆撃を主導してきた、ボルフラム・フォン・リヒト・ホーフェン上級大将の第4航空艦隊は、市外に対して航空機のべ2000機による、爆弾総量1000トンに上る、猛爆撃を加えた。続いて、 B 軍集団による総攻撃が開始された。ここに150日に及ぶ戦いの幕が開かれる。ドイツ軍機の爆撃にさらされる、市街地まず、ビータースハイム大将式の第14総攻軍団は、早朝にドン川から出撃した、ハンス・バレンティーン、風別中将の第16総攻師団を先方に急進し、 85mm 高射砲を使ったトラクター工場の女性労働者たちによる抵抗を排除して午後4時過ぎに市の北港ル類の区で待望のボルガカ班に達した。しかし市街地への南下は阻止される。このほか第6軍と第4総甲軍は連携して徐々に外核防衛線を突き崩してスターリングラードを包囲していったが、 本格的攻撃の再開は、A 軍集団の側面支援に向かった第四、総攻軍の主力部隊が、スターリングラード方面での展開を終えるまで、3週間も、ずれ込んでしまった。この間、ドイツ空軍は、連日のように猛烈な爆撃を加えて、市外のほとんどを廃墟にするとともに、ボルガ川を航行する船舶にも昼夜にわたり、砲撃と航空攻撃を加えている。 ヒトラーもパウルスも、スターリングラードは数日の攻撃で陥落できると、楽観的に考えていた。8月28日になってスターリンは、非戦闘員の退去を許可したが、その間の爆撃で、数万人の一般市民が犠牲となった。しかし、爆撃がもたらした廃墟と瓦礫は遮蔽物をもたらし、ソ連赤軍将兵にとっての要塞となっていく。スターリングラード防衛のため、 7月12日に、スターリングラード方面軍が編成され、シモシェンコ元帥が、司令官に任命された。ただし、彼は5月のバルベンコボ構成の失敗を引きずっていたため、スターリンの判断によって、すぐに安定した北西方面軍へ移動となり、ワシーリー・ゴルドフ中将が交代した。しかし、ゴルドフは、ドンカワ湾局部の防衛戦で成果が上げられなかった。 ために更迭され、8月1日に、アンドレー・エリオメンコ大将が、方面軍司令官となった。エリオメンコは、2月に行われた、デミアンスク包囲戦の際、第4打撃軍を指揮して、トロペツを攻略中に重傷を負って入院中だったが、スターリンに懇願して前線に復帰した。エリオメンコは着任するや、ドイツ美軍集団の集中が遅れているのを活用し、 ドンカは西岸方面から撤収してきた核部隊を短期間に再編した。さらに市内の工場労働者や市民を部隊編成させ、対岸からも補給を受けて防衛線の構築に努めた。近接戦火のドイツ兵スターリングラード市内における防衛の中心を担ったのは第62軍で軍司令官はアントーン・ロパーチン中将であった。ロパーチンは前年における ロストフの防衛戦に加え、ドンカワからの撤退戦でも、能力を発揮していた。しかし、戦線の相次ぐ崩壊で心身ともに消耗し、スターリングラード市外の防衛に悲観的になっていた。ため更迭され、代わりに、第64組司令官代理のワシーリー・チュイコフ、中将が9月12日に新たに司令官に任命された。また、参謀長には、後に、 対日参戦で活躍することとなるニコライ・クルイロフ、少将がついている。パウルスが、司令部を、戦場から離れた地点に置いたのに対し、シュイコフは、常に最前線近くに司令部を置いて、指揮を行った。廃墟で戦うソ連兵9月13日午前6時45分、第6軍は11個師団の兵力で、砲爆撃と共に、ザリーザ警告から、 市街地への突入を開始した。攻撃の重点が置かれたのは、観光庁やウニベルマークデパート、2つの駅と、フェリー乗り場のある、市街地南部だった。ヒトラーは当初、この戦闘は、比較的早期に集結すると予想していたが、爆撃と火災により、瓦礫の山と化した廃墟を効果的に使って防衛する、ソ連第62軍の抵抗に合う。建物一つ、 部屋一つを奪い合う紫外線は陶器にまでもつれ込んだ。ドイツ軍がコンクリートの塊となった廃墟に突入しても、ソ連兵は上海で頑強に抵抗し、完全に占拠しても、地下道や下水道を使って逆襲をかけてきた。地下後は発見されるや、否や、負傷兵や避難民ごと火炎放射器で焼き尽くされたが、後方の建物や窪地、瓦礫の中には、 ソ連の狙撃兵がいつの間にか入り込んだ。狙撃兵は、なるべく高い階級の敵の将校、あるいは伝令や石膏、補給要員、公兵に照準を合わせ、集中的に狙った。こうした、狙撃兵の中からは、シベリアから派遣された、パチェク大佐の第284狙撃手団に属し、149人の、 ドイツ軍将兵を射殺して、ソ連邦英雄となるバシリザイツェフのような人物も、現れる。あるドイツ軍将校の手記にはこう記されている。悪臭や煙が充満する中で、風にまみれ、建物の影や、穴、地下壕を張っての戦いは、ドイツ兵によって、ラッテンクリークと揶揄された。一方、チュイコフたちは、ネズミを穴にかけるチーズの役割に徹することとなる。 不評とスリーゴー突撃砲ドイツ軍の不評部隊9月に入ってルジェフ付近における中央軍集団の正面ではソ連赤軍の新たな部隊が現れて散発的に攻撃を加えては後退するという現象が続き冬季に向けて大規模な予備兵力が蓄積されつつある兆候が伺えた陸軍総司令部参道総長フランツ・ハルダー上級大将はかねてより ヒトラーと意見が衝突していたが、蒸気のようなソ連赤軍の動きへの対応をめぐって、両者は決裂し、9月24日に、ハルダーが降鉄される。後任には、ハルダーと違って、ヒトラーに従順な、西部軍参謀長のクルト・ザイツラー少将が、ドイツ陸軍史上最年少の47歳で、大将に一足飛びに昇格した上任命された。スターリングラードに攻め込んだ、 ドイツ第六軍は決戦の勝利が間近であると確信していたヒトラーの命により市街戦に装甲部隊や貴重な公平部隊を惜しげもなく投入した。装甲部隊は市街地には不向きである。市街地は車両にとって資格が多く、速度、機動力が活かせないことから反撃する側からは格好の標的であり、近距離からの攻撃によって小さい火力でも、 効果的な攻撃を加えることができた。実際、瓦礫で身動きを奪われた戦車の多くが弱点である、上面をさらし、上方からの対戦車銃や火炎瓶で攻撃され、損害を出した。第14装甲軍団長のビータースハイム大将は、こうした傭兵に最初から異論を唱えていたが、ヒトラーの激凛に触れた結果、市街地突入翌日の9月14日に、解任される。 公認には、ヒトラーを気に入りの、第16総甲師団長、フーベ中将が当てられた。一方、火炎放射器や爆薬を扱い慣れた突撃工兵部隊は、こうした、紫外戦のプロフェッショナルであり、重点的に派遣された。しかし、ソ連軍狙撃兵にとって、格好の標的となり、急速に数を減らしていった。手榴弾や、 拳銃の弾丸が届く50ヤード以内で敵と、向かい合えと包容戦を命令した、中コ府中将が意図したように、両軍が狭い空間に入り乱れて退治した結果、ドイツ軍は、電撃戦の強さの秘訣であった、消火器による弾幕、機構部隊による軌道、空軍による、ユンカース級高架爆撃機からの効果的な支援を、放棄してしまったとも言える。 廃墟と化した都市の瓦礫の中で敵と味方が近距離に相対する状況という紫外戦は第一次世界大戦の残豪戦にも似た消耗戦となりドイツ軍の優位性が失われた状況で戦闘による死亡者は膨大な数になった。なお、主力部隊を都市部の先端であるスターリングラードに密集させ弱体なルーマニア軍に 第六軍の領域を守らせるという戦略の危険性については、第四不評軍団長、ビクトル・フォン・シュベドラー大将がヒトラーに率直に、進言したが、敗北主義者と罵倒されて10月に解任される。しかし、シュベドラーの器具は、約1ヶ月後に、ものの見事に的中する。シュベドラー大将が、数軸軍側のアキレス腱と指摘した。 ルーマニア第三軍の指揮官であるペトレ・ドゥ・ミトレスク大将も自分たちが直面している危険性を早い時期から認識しており特にソ連軍によるドンカワ共闘補強化を何度も警告していたしかしヒトラーがフェルディナントハイム中将の第48装甲軍団から予備兵力としてドイツ第22装甲師団をペラゾフスキーに回す決定を下したのは ソ連軍の本格的反抗が始まる9日前の11月10日のことであった。こうしたドイツ軍内の混乱が続く中、ソ連赤軍はスターリングラード防衛に集中し、ドイツ軍を釘付けにし、予備兵力の訓練と展開の時間を稼いだ。共産党中央からは、後に首相となるゲオルギー・マレンコフ、中央委員会初期や、ニキータ・フルシチョフ軍事会議員らが派遣され、 政治委員として特選に当たった。また、ラブレンチ・イベリアが統括する内務人民委員部は、沿線的な将兵の摘発や、逃亡阻止に努めた。ソ連当局に、スターリングラードで処刑された将兵は、一個手段を上回る1万3000人に達している。チュイコフ中将はシーリー・チュイコフ中将の指揮下で、ソ連軍第62軍は徹底した、持久戦、接近戦。 および白兵戦を行った。経験を重ねた赤軍将兵は自動小銃や拳銃、ナイフ、刃を入れたスコップなどを携えてドイツ兵に忍び寄り必要に近接戦を展開した。また敵が潜む可能性のある部屋に手榴弾を投げ入れ爆発直後に自動小銃を構えて突入し、粉塵の中を手当たり次第に乱射して制圧し、 さらに次の部屋の制圧に向かうというチュイコフ中将が立てた戦術はドイツ軍将兵に心理的ストレスを与えた。こうした戦術は戦後に多くの国の特殊部隊で採用されたほど制圧効果があった。倒壊した工場プランと残豪代わりに待機するドイツ不評ソ連軍の反撃と前線の推移11月19日、ウラムス作戦開始時点の前線。 12月12日、冬の嵐作戦開始時点の前線、この時点で、スターリングラードのドイツ軍は孤立している。12月24日、第6軍級出団念の時点の前線9月12日から13日に、スターリンとソ連軍最高指揮官代理ゲオルギー・ジューコフ、上級大将と、参謀総長、アレクサンドル・バシレフスキー大将は、 スターリングラードを防衛するための方策について協議した。この結果、スターリングラード市から離れた地域を起点として、犯行を開始し、第6軍を大規模に逆方位するという方針が決定される。これは3人だけの極秘事項とされた。以上の方針に基づき、ウラヌス作戦の準備が開始される。作戦は2ヶ月かけて準備した後、100万人の 小兵と戦車部隊の6割にあたる980両でスターリングラードの北西及び南の側面に配置されていたルーマニア軍に向けて開始された。各部隊は無線の発進を厳禁され、作戦目的も数日前まで極秘とされた。こうした情報封鎖のもとで数週間前から第62軍への弾薬補給も理由なしに削減されており、 限界に近い戦闘に直面しているチュイコフが苛立つほどだった。加えて悪天候が続いたために航空偵察が妨げられたのでソ連軍の大反抗はドイツ軍の裏を書いた。ドイツ軍はソ連軍予備兵力の量を甘く見ていた上第二次ルジェフ海戦を予知し9月以来中央軍集団に威力偵察を加えてきた予備兵力も モスクワに近いるジェフに当てられると判断していた。予想通りルジェフでもソ連赤軍は11月25日より、ジューコフの直卒による攻勢を開始し、待ち構えた中央軍集団によって損害を受けたが、それは中央軍集団の兵力を移動させないための対策に過ぎなかった。スターリングラードでのルーマニア兵スターリングラードの 北西地域で密かに編成を終えたニコライ・バトゥーチン、大将の南西方面軍を呼び、コンスタンチン・ロコソフスキー中将のドン方面軍により、銃砲3500門による、猛砲撃が午前7時30分から80分間、続けられた後、ロマネンコ中将の第5戦車軍とチスチャコフ中将の第21軍が、 ドン川に面したクレツカやラスホピンスカや地区を守るドミトレスク大将のルーマニア第3軍を攻撃して包囲行動を開始したルーマニア兵は対戦車兵器がなく戦車隊の攻撃を受け混乱状態に陥るルーマニア軍の後方には予備としてドイツ第22装甲師団が配置されていたが 大部分が旧式のチェコ製38戦車だった上、燃料不足のためにヶ月近くエンジンをかけずに藁をかぶせて待機するうちに、電極をネズミにかじられる問題が発生し、行動可能な戦車は20両余りに過ぎなかった。38戦車より格段に、高性能の T-34 戦車200両から、なる第5戦車群は、ペスチャヌイ付近で、 第22走行師団の反撃を退避け、この日だけで、吹雪の草原を50キロほど前進している。翌20日には、スターリングラードの南側地域に集結していた、アンドレー両面古代首の、スターリングラード方面軍が、シュミロフ中将の第64軍、トルファノフ中将の第57軍、トルブーヒン中将の第51軍による攻勢を開始し、 コンスタンチネスク大将のルーマニア第四軍を突破した。唯一の強力な予備兵力で、長方針の防護戦車を装備した、レーザー少々率いるドイツ第29自動車化師団は、第51軍に属する第13機械化師団に反撃して大損害を与える。しかし、パウルスが予備の兵力を追加しなかった上、他の地区のソ連赤軍は、 味方の損害を、あえて無視して、進撃の続行を優先したため、ドイツ軍の反撃の効果は、局地的なものとなった。第6軍司令部は、スターリングラードから60キロほど離れたドン、川流域のゴルピンスキーに置かれていたが、投影に備えて、暖房や通信設備が整備されたニジネ・チルスカヤへの移転準備がちょうど進められていた。そうした折に、 敵の戦車隊がゴルピンスキーにまで迫っているとの情報が入り、この日にパウルスは急遽ニジネチルスカヤまで移動した。しかし、ヒトラーに前線からの交代を逃亡だと責められ、やむなくスターリングラード郊外のグムラク飛行場付近へと再移動する。こうした司令部の頻繁な移動により、 パウルス司令官の所在がたびたび不明になったことが第6軍の混乱に拍車をかける。さらに悪いことに11月段階の第6軍は深刻な燃料不足に陥っており、後方に機動力のある予備部隊をほとんど配置していなかった。また、馬筆の多くも両末の関係で戦線から遠い後方地区に送られていた。このため突破された作戦域で ソ連の戦車隊や、機兵隊の快進撃を阻める部隊はなく、移動手段を失っていた多くの車両や、重火器が有効な反撃に使用されることなく、無傷のまま行きされた。一方、ドイツ側では、第6軍を援護する兵力を確保するために、ビテプスクにあった、エーリヒフォン・マンシュタイン連帥の第11軍司令部を再編して、ドン軍集団が設置された。マンシュタインは、 即日、爆僚と共に特別列車で出発する。午前6時、ロディン少将のソ連第26戦車軍団は、要衝であるドン川のラチ大鉄橋を奇襲して、脱会し、これにより、両岸で戦車を動かすことが可能となった。さらに、夕刻16時には、ソビエツキーで、南西方面軍に属する、アンドレイ・クラフチェンコ少将の、 第4戦車軍団とスターリングラード方面軍に、属するは CD ボリスキー少将の第4機械化軍団の戦車部隊が合流し、チルカワ方面との交通を遮断してドイツ第6軍に、対する包囲艦が完成する。包囲された、数軸軍の将兵は30万4千人に上った。ミハイ・ラスカル中将のもとで戦線に踏みとどまった、ルーマニア第5軍団もついに降伏し、 五個師団が壊滅した。ようやく事態の深刻さに気づいた第六軍、パウルス司令官は燃料が6日分しかないとして、スターリングラードから全軍をニジネチルスカヤ方面に撤退させるようヒトラーに許可を求め、徹夜して変電を待った。ドイツ・バイエルン州のベルヒテスガーデンから東プロイセンのラステンブルクに専用列車で到着したヒトラーは、辞書した命令書で、 パウルスの撤退要請を即座に却下し、戦線死守を厳命した。第六軍を空から養うとするヘルマンゲーリング、国家元帥や、それに追従するハンスイエションネク空軍参道総長の主張もあり、空中補給による戦線維持は可能と彼は判断していた。7月26日深夜のハンブルク空襲以来、英米軍によるドイツ本土爆撃は、 激しさを増す一方、11月4日に、ロンメル元帥の軍が、エルアラメインから撤退を開始し、11月8日には、連合国軍が、モロッコアルジェリアに上陸した結果、アフリカの戦線は崩壊しつつあった。こうした折、スターリングラードから撤退することはヒトラーにとって、政治的にも重大な損失と思われた。一方、 この日に55歳の誕生日を迎えたマンシュタインは、ようやく B 軍集団司令部のある、ハリコフ東方のスタロビリエスクに到着する。出迎えた、バイクス司令官がもたらした第6軍の状況は、破滅的だった。ただし、マンシュタインも、参謀のテオドーアブッセ大佐も、ソ連軍の消耗に期待し、まだ何とかなるだろうと楽観的に考えていた。 マンシュタインとドン軍集団の爆料は、帝政ロシア時代にドンコサックの拠点が置かれた、ノボチェルカススクの旧理宮にある第4、総甲軍司令部に到着した。空路は悪天候で使えず、道路は貧弱で、鉄道はパルチザンの破壊工作による脅威に直面しており、レニングラード全面から5日がかりの鉄道移動となった。しかし、その間に包囲感はますます強化されていた。 マンシュタインの手元には、クレツカや地区での包囲を免れたルーマニア兵など、わずかな戦力しかなく、ルーマニア第3軍のバルターベンク参謀長が、広報要員や軍属までかき集めてチル側を、ようやく維持し、主力となる、第6装甲士団はフランスからの到着を待たなければ、ならないという状況だった。それでも、第6軍の将兵は、守り通せ。 相当が我々を救出する。というスローガンを信じ、クリスマスまでには救出されるだろうと思っていた。ヒトラーは、パウルスの忠誠心を確保するため、彼を上級大将に昇格させた。ボルガ川から上陸するソ連水兵突入する、ソ連兵士外に転がる兵士の遺体ドイツ軍及び、数軸軍の死傷者は、約85万人、ソ連赤軍は、 約120万人とされている。全体で7万近くのソ連軍捕虜が、対独協力者として、第6軍に動員されたが、生存者は、ほとんどいなかったとされる。攻防戦が終結した時点で戦前は60万を、数えた。スターリングラードの住民はわずか9796名に、激減していた。 ボルガ対岸に疎開したり、ドイツ軍によって後方に運ばれた人々も少なく、なかったが、少なくとも20万人程度の民間人が死亡したと見られている。赤軍兵に連行される、ドイツ兵包囲された、ドイツ第六軍と、数軸国軍の将兵30万余りのうち、2万5000人の、小病兵などが、空軍によって救出されたが、 パウルス元帥と二十四人の将軍を含む、生き残りの九万六千人が降伏した。捕虜の運命は過酷で、ベケトフカの仮収容所まで雪道を徒歩で移動する、際に落語した将兵は、そのまま見捨てられ投資するか、ソ連兵に殺害された。ソ連軍は自軍に支給される食料の半分を捕虜に、回した者の全員には行き届かず、 さらに仮収容所で発信チフスが大流行し、数週間のうちに約5万人が死亡した。生存者は、その後、中央、アジアやシベリアの収容所に送られるが、ここでも過酷な労働で、多くの者が命を落とし、戦後に生きて祖国へ帰国できたのはわずか6000人であった。しかし、パウルス元帥や将軍たちは優遇された。中には、ザイトリッツのように、 ドイツ商工同盟の議長として、ハンヒトラー宣伝に積極的に協力する人物もいた。捕虜となり強制収容所まで歩かされるドイツ兵たち。一列10人としても10万人に近い捕虜の列が、いかに長いかを物語るであろう。落語した兵は射殺された。コーカサス地方の制圧を目指した第一、総合軍などは、 ソ連軍の抵抗と補給難からテレク側で前進が止まっていたが、ソ連軍のドンカワー西岸進出により、退路を断たれて壊滅する危険が生じた。しかし、マンシュタイン元水の指揮に加え、スターリングラード包囲網にソ連赤軍が釘付けとなったため、ソ連赤軍のサトゥルン作戦開始は遅れた。ロストフをソ連軍が奪回したのは、 第六軍降伏からわずか12日後の2月14日だった。この間に、クライスト上級大将の第一総甲軍などは、九番橋東方を除いて、ミウス川まで撤退することができ、東部戦線南翼の崩壊という事態を何とか、逃れることができた。終結後の市街中心部ドイツ軍は、第六軍のすべてと第四総甲軍の主力が、 包囲殲滅されるという敗北に終わった。戦勝を含めると、スターリングラード攻防戦を通じての人的損害は、ドイツ陸軍総兵力の4分の1に当たる150万人に、及び3500両の戦車、突撃砲、3000機の航空機が失われた。コーカサス地方からの撤収に成功した、クライスト上級大将の第一装甲軍も膨大な。 中華機と車両を行きしており、ドイツにとっては数ヶ月分の生産量に相当する損失となった。1941年海戦時における戦線全域における構成の失敗、1942年における地域限定の構成の失敗、これらはドイツ陸軍にとって戦闘能力についての限界を示す重大な事柄であった。また、 工業生産能力の限界からこれ以降、ドイツ軍は、東部戦線において広い正面で攻勢をかけられる、兵力を持つことができなくなり、決定的勝利を得るための攻勢を起こす機会は二度と得られなかった。ドイツ陸軍の次の下記攻勢は、バルコンと呼ばれるような極めて狭い地域をめぐる、戦いになっている。もはや、ドイツ軍が、海戦前に持っていた、 優位性は失われていた。数軸同盟国は、ルーマニア第4軍とイタリア第8軍が、ほぼ全滅、ルーマニア第3軍とハンガリー第2軍が、部隊の大半を失うなど甚大な損失を出した。特にイタリアは、北アフリカ戦線で劣勢になっており、ドイツからの離反を図った、ガレア・ツォチャーの外相が更迭されるなど、ムッソリーニ政権に、大きな動揺が見られた。 加えて、親数軸国であったトルコとスペインが、ドイツ側に立って参戦する、可能性が完全に失われたため、軍事的のみならず、政治的、外交的にも、ドイツの受けた打撃は、甚大だった。なおフランス、パリのメトロにはこの攻防戦での赤軍の勝利を、記念して命名されたスターリングラード駅がある。初戦の段階では、ドイツ空軍は、第四航空艦隊が、 メッサー・シュミット・ボーイ・フレンド109戦闘機によって、ソ連空軍戦闘機を一掃し、スターリングラードの制空権を掌握した上で、陸空協調という戦略の過重爆撃を、ソ連軍陣地やボルガ川を渡る船舶に加え打撃を与えていたが、陸軍同様に次第に消耗していった。市街上空を飛ぶドイツ軍の急降下爆撃機、普通化包囲されたドイツ軍の脱出をヒトラーが、 認めなかった背景の一つには、前述のように空軍総司令官のヘルマン・ゲーリング、国家元帥が空輸による、食料、弾薬、燃料、及び、兵員の補給が十分に可能であると主張したことが、挙げられる。これは、同年春における、デミアンスク包囲戦の際、包囲された10万のドイツ軍が、輸送機による補給で72日間耐え抜いた末、 軽微な損害で脱出に成功したという洗礼が楽観論の根拠となっていた。しかし、戦地の状況はデミアンスク包囲戦より深刻だった。現冬期という気象的条件、そして要求される物量もデミアンスクより過酷な条件であるにもかかわらず、スターリングラードへの航空補給をゲーリング国家元帥が軽々に受け負ったことは大きな代償を負うこととなる。 包囲されてしまった味方部隊の総数すら把握できない状況とはいえ、デムヤンスクと比較して大規模であることは確実だった。しかし、全体的に輸送機が不足していた上に悪天候と気温の低下が続き、航空機の離着陸を大きく妨げていた。さらに、デムヤンスク包囲戦の場合と違って強力な予備兵力が後方に存在しない上、 敵軍の兵力は大規模だった。海戦当初こそ、数多くの撃墜数を、ドイツ空軍に献上したソ連空軍だったが、戦闘機パイロットは、次第に、空中戦の技量を上げてきており、スターリングラード周辺でも、ボーイフレンド109にも劣らない性能を持つ約マイナス1を駆使するセルゲールジェンコ空軍大将の、第16航空軍による溶撃が激しくなってきた。 その中には、ドイツ空軍将兵から、スターリングラードの白いバラと注目されたリディア・リトバクのような女性操縦士も含まれていた。ドイツ戦闘機の消耗とともに、低速力で、軽武装の152輸送機は、ソ連軍戦闘機にとって、格好の攻撃対象となっていく。さらに地上では、包囲艦外周に1平方キロあたり100門の、 高射砲という対空陣地が待ち受け、多くの輸送機が撃墜された。第6軍は1日700トン、最低でも300トンの補給を求めたが、平均到着量は110トン前後に過ぎず、純粋な部隊需要の補給も一度としてなされることは、なかった。これにより、機械化されていない、ドイツ軍が多数保持しなければならなかったは、飼料欠乏により、維持不能となり、 同時に馬を食料にせざるを得ないという結果がもたらされた。合わせて撤退時にはすべての重砲や砲弾、車両を放棄することを意味していた。また、タツインスカやモロゾフスカヤといった飛行場も次々にソ連軍に占領され輸送機の飛行距離は増大していった。ピトムニクとグムラクの着陸地が奪われた後は第六軍の維持はパラシュートによる 補給品投下に頼らざるを得なかった。このような方法によって十分な量の補給は困難であり、さらに投下された。補給品の多くはドイツ兵がたどり着く前にソ連兵に回収された。ヒトラーから直接相当命令を受けたことで無謀な任務を負わされ、現地で空輸作戦を統括したやハルとミルヒ元帥はゲーリングの無知と怠慢に行きった。さらに、 実現困難な命令に反発した空軍兵によるサボタージュすら発生した。最終的にはこの空中補給作戦を遂行するために488機もの輸送機と1000人を超えるパイロットが失われた。多くの輸送機を喪失したことは結果としてさらなる輸送力の低下につながることとなり戦線を拡大しすぎたドイツ国防軍にとって大きな痛手となった。特に 1 52は飛行学校の訓練機としても用いられていた上に飛行学校の教官がパイロットを担っていたためこれらを多数失ったことはドイツ空軍が弱体化する要因の一つとなるそして第6軍を養うという約束を実行できなかったゲーリング国家元帥の威信も英米軍によるドイツ本土爆撃の本格化と相まって損なわれ ナチストを率いるドイツ政府ナンバー2という地位を実質的に失うことになる。しかしながら権限を持ったままのゲーリングの存在は空軍の統帥をますます混乱させることになるのである。ウラヌス作戦発動後の独ソ両軍の状況第6、軍、ありがとうございます。